こちら、染色体のモデルです。こちらの染色体では、スモール A、スモール B、ラージ C の遺伝子が連鎖しています。こちらの染色体では、ラージ A、ラージ B、スモール C の遺伝子が連鎖しています。では、これらの染色体の間で交差が起きるとします。適当な場所で交差させてみます。適当な場所で。こんな風に交差が起きて、2つの染色体のつなぎ替えが起こると、今度はスモール A、スモール B、スモール C が連鎖するようになりました。もう片方は、ラージ A、ラージ B、ラージ C が、ね、連鎖するようになりました。A と C については組み替えが起きてますね。だけど A と B については起きてません。もう一回交差させてみます。また適当な位置で交差させてみます。するとやはり今回もスモール A、スモール B、スモール C が連鎖する染色体が生じ、こちらにはラージ A、ラージ B、ラージ C が連鎖する染色体が生じました。やっぱり A と C の間、 A と C には組み替えが起きていますが、 A と B については一切何も起きていません。このように A と C のように離れた位置にある遺伝子、離れた位置にある遺伝子の間では交差が起きやすいです。もしね、ランダムな場所で交差が起きるとすると、離れた、ね、遺伝子の間では交差が起きやすいです。だって近い位置にある A と B の間で交差が起きるってどういうことかっていうと、 A と B の間で交差を起こそうと思ったら、こんな感じ、この A と B のこの短い間で交差を起こすってとっても大変です。確率がとっても低いです。こんなとここで交差が起きなければ、A と B については組み替えが起きません。なのでもう一回復習すると、遠い位置にある、ね、A と C のような遺伝子の間では、交差が起きる確率が高い。で、近い位置にある A とこの A と A と B のような遺伝子の間で交差が起こる確率は低くなります。だからね、組み替えか、ね、遠い遺伝子間の組み替えかが大きくなって、近い遺伝子間の組み替えかが小さくなるのは、そういう理由です。